でかすぎんだろ。あえ、ドダイトスじゃん。何、どんな作品においても息を吸い込むというのはとてもやばい行為であります。やばいやばいロボット。ロボットを動かしてテンションが上がっている。<laughs> やりたい放題。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。 今回見ていくのは、ナイツマジック第2話見ていこうと思います。はい。というわけでやってまいりました。ナイツマジック見ていこうと思うわけなんですけれども、いや、いいですね。この作品はガチガチにロボット。激アツ激アツ激アツピーナッツみたいな感じで、すごいワクワクする作品ではありながらも、主人公がね、すごいなんかちょっとエル君がね、すごい可愛くて、見てていいですよね。なんか男の子だけど、やっぱりちょっとなんか中性的で、それでいてなんかロボットに対してまっすぐ好き,好き好き好きしてるのが、見てて 本当に嫌味がなくてすごい楽しい作品なのでまあ前回ねすごいとんでも魔獣が出てきたのでそれに対してエル君がどういう風に対策を取っていくのかいろいろ注目していきたいと思いますはいというわけで楽しんでいきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタートさあヒーローアンドピースと英雄と野獣いきましょうどんどんどん さあ、モアイ親よりもみたモアイエモーション。This is ョ m o t i o n ー。さあ。さあ、とんでも魔獣が出てきて、多分あのでっかい魔獣から逃げてきてるっぽいよな。なんか攻めてきてるって感じじゃないよね。どうなんだろう。今回でエル君は、シルエットナイトをこう手に入れることができるのか。カンカンカン。すごい今の。 なんか、無知のようにやってたぞ。さあ、なんだこれ、な、ゼノジーバじゃない。ガメラみたいな。ベーモス四段級 死弾級って、一個死弾じゃなきゃ対応できないレベルの魔術ってことわお。いやー、死を覚悟しながら戦うよってことか。さあ、とんでもない亀。し、なんか。 尻尾に蛇がある。なんか玄武ってそういうあれだったっけさあなんかでもさ、こういうのを見るけどさ、なんか、でかいだけじゃないのかなんかやっぱり期待ごとにやっぱり性能差ってあったりするのかな 純粋にこの活動力というか力を上げただけじゃないのかうわぁ、でかいあ、やばい踏まれるーあー、一人一人潰されていくあーあー、あー、あーああ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 、あー、あー、あー顔に、でかいなあー、あーああああ、あー 目に、目か、柔らかいとこから。いやーガードしやがった。熱い。灼熱。一個も足止めできない。 ドゥ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 さあ、ナイツマジック見ていきましょういいね、ワクワクだねこのロボへの気持ちが純粋なのがとてもいいさあ、かわいいアディさあ、整備班も仲間に入れてるわけだしなどうなんだろうな期待 個体差はあるのかななんか引き継ぎ引き継ぎだけど、開発する技術があるのかないのかっていうとこなんだよな。ま、あでも訓練用のを引き継いでるだけなのかもしれないし。えぇ、ー、そういう軽量化もありヘローマイワールドファナだいいね。おーおおお。アーマーを着て、ロボットに乗る あの三人はあれだよね。あのー、シレットナイト乗ってた人たちだよね。さあ、みんなで走ってるぞ、ロボも。いいね、ロボは作画カロリーが高いって言うけどな。いいね、いいね。 オオーケーオ o ーケ,ーーケー、な何とか逃げようよ。きっと。あら。んあらあら、あらそうなの。やばいやばい。取られる、エル君が。 エル君が何とも思ってない。本当に完全に、ロボットにしか興奮しない男。本当に、興味なさそうだな。女性に対して。こんな金髪美女に。そうね。襲ってきたって感じじゃないよな。 でも何か。わーおー、やばいなちょっとまずい状況ではある。うん。やばいやばい、近づいちゃう。 オーケーうん。そうね。ちょっと怪しいよな。やっぱり、あのガメラが出てきたからかな。 ああ、来ちゃったーーでかすぎんだろちょ、待て、え、ドダイトスじゃん水音地面タイプとにかく逃げないと。水じゃねえ、草か。いやー、でもこれさ、全く相手になんなかったけど大丈夫かこの三人。 いやーでもやるしかないってことだもんな。いやーでかすぎるなってか。硬いもそうだけどでかすぎるって。 もう、ほぼ効かんやん、もうなんか、アリとゾウガメぐらいの差がある。あらほんとにいけるか調子に乗りすぎちゃダメだぞ。落ち着かないと。 こういうアニメは調子に乗ったやつから食われていく。え、息吸い込んでる。やばい。何、どんな作品においても息を吸い込むというのはとてもやばい行為であります。火が吹かれるやば、バラバラだ下がった。 後ろあ,あ、逃げた。あ、あれ乗るの僕の言う通り操縦してください。やばい、もうだいぶ疲弊してる。そうだよな、あんなの怖くてしょうがないよな。 動けじよう、なぜ動かんエネルギーが。まあ、そうだな どうする気はっきり言ったなどうするのエルくんグエール 寝てる。あははは勝手に乗るのえてか足届かなくねかわいい。届かない。届かなくないどうすんの骨延長そうだよね。どうする気立って、立って乗るのまさか。 引っ張ってる。え壊しちゃった。えこっちで繋げんの無理やりああ、改造の仕方がすごいアナログ。マジですか無理やりくっつけてリンクさせんのグエル答えてくれ。 ああ、書き換えた、<laughs> もう、王道。もう伝統芸能です、これが。息をするように、解析改造。あマジ だって、プログラムをだってアドリブで書くってことだろ物理的な動き抜きで。意思で動くようにしたってことでしょにしても、そこまでの過程を作ったりとか。 やってることがめちゃくちゃすぎる。ちょっと、ちょっと、これはいくらなんでも、キラヤマトもびっくりじゃないかええー、ま、あでも、無茶はできるよな。物理的あれがないんだもんな。こうしてみるみたいな。この機体の可能なことなら大体できるようになるってことだもんな。 やばいやばいロボット。ロボット動かしてテンションが上がっている。やばい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 ,やばい。空を駆ける。憧れのロボットに。あーらはかわいい。そうですね。ちょっとやってることがめちゃくちゃな気がするんですけど。そうだよな。でも、動きやすくはなったっちゃなったのかな。ラジオ体操も容易ってことだろ あ、それはないと思う。さすがにね。まさか。そんなことしないよ。あり得るのまあ、あり得てるんですよね。めちゃくちゃだよ。でも、こういう、この魔獣、シレットナイトがどうこうの問題じゃなくないか。モンハンとロボットは全然違うと思うぞ。モンハンとロボットゲームは全然違うと思うんですけど。 おぉー。ん笑ってるやばいやば悪魔みたいな笑い方してやってきたうぅいでっやばいテンションが上がってる目ん玉つく気だろうけど、閉じる。けど入ってない やってることめちゃくちゃすぎる。感覚的に動かしてる分動きに自由度が高いのかなまあ、でもかん、すごい笑ってる。やばいやばい、テンションが上がってる。新しいおもちゃ買ってもらった子供みたいになってるよ。 ちょっと無茶を通せる才能があるからこんだけできんだな。硬い。おーおおその一、関節。そうね、中身が柔らかいっていうのは。 はいはいはい。なるほど。そうか、柔らかかったら崩れちゃうもんな。いやそろそろ起きるんじゃないか。<laughs> そうね。 そうだ、エル君が頑張れば手柄になるぞ。すげえな。もうポッキリと折れちゃった。貴重な装備を <laughs>。すごいムーブ。うん。 そうね、やばいなそうねえなんかで持ってきたミサイルあーあーあーあああああ まあそうね、めちゃくちゃな動きをしている。痛いうん。いいね、いいね、いいね、いいね。まあ魔法打っているけど多分効かないよな。まあそうね。あんな剣が通らないんだもん。なんか、捕獲か さあ、刺して、ぶち入れる。ああ、入った。熱い。やばい、潰される。 んなにそういう美学。<laughs> この怪獣ごときが、みたいな。怪獣ごときがロボットを壊すなどええー。光ってる。なるほど、なるほど。活動にも時間があるのか。 あなんだエネルギー切れあーもう耐えられないんだ。派手に動きすぎた。あ、別に死んでもいいと思ってるんだ。これ無理じゃない これどうやって動かすのん展開がすごいどう操縦するの感覚で動くの 増幅して風で後ろへやばい、追いついてるぞもえ投げまさか違うよねチェックメイト。はん何してんの電気 めちゃくちゃしてる、この人たちえ。めちゃくちゃしてます。やりたい放題。はっああ、なるほど 耐えきれずってことか。いやいやいや、やってることめちゃくちゃだけどね。そうか、刺してそこから電流ぶん投げた。電流ぶっ刺して。そうです。犠牲になりました。 完全に英雄扱いじゃないかエル君。<laughs> やりたい放題。そうね。あんな無茶な動きを <laughs>。ああ。わーお。ロボットとし、 死ぬくらいならロボットと一緒に死にたいと思ってそうだな。ああ、いや、まだまだ懲りてない。まあ、オリジナル機体。自分だけの機体を作りたいのです。うんかなりめちゃくちゃですけどね。まあ、そうね。 王様えどんなやつなのか ?To be c o n t i n u e d かわいい。なるほど、なるほど。 めちゃくちゃしてるな <laughs> めちゃくちゃしてるな改めて見ると。改めて振り返ってみるとめちゃくちゃしてるよエル君。<laughs> 先輩の期待奪って先輩の期待改造して先輩の期待でやりたい放題やっていい。死ぬか生きるかのギャンブルしてなんとか勝てたからいいもののもうロボットと死ぬならまあいいかみたいな感じでやりたい放題やってたぞ。なんかあの場で死ぬくらいならロボットに一度乗ってから死にたいと思ってそう。 めちゃくちゃだよな。書き換えたってことだろうすげいことやってないか。あの一番奥のが多分、エル君の期待なんだよね。いいね。ああ<ー>、ウォンセール。 かわいい。ただ、問題はエル君がかわいすぎる頃なんだよな。なんか。アディもかわいいけど。スクラップビルト。スクラップビルト、破壊の、破壊と再生。これ以上やばいのやんぜ、みたいな。 はいというわけで見終わったわけなんですけれどもいやいいですねいいですねワクワクしかないですねこれは見てていいですね素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますけれどもいやー <laughs> ちょっと想像以上にエル君がやりたい放題やっててちょっと面白いな <laughs> ただそれもエル君が純粋にロボットが好きっていう気持ちだから本当に笑えるよねこの子やりたい放題やってるなっていう <laughs>。 めちゃくちゃだよっていう感じではあるけど、いや、恐ろしいな、なんか、ロボットを壊していいのはロボットだけなのです。だいぶロボット対戦ものを見ていたわけですね。なるほど、そういうことか、なるほど、なるほど、なるほどっていう感じで。まあ、一から組む機会がどん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 近づいていくんじゃないかなっていうふうに思うよね。やっぱりでも、あんだけ活躍したエル君の頃だからね、やっぱりエル君に期待を与えるっていうことはしたいなっていうふうに思うけど、でもどうなんだろうね。やっぱり王様が結構身長派っぽいから、なんかあの子にちょっと期待を与えるのは若干 危なななないいいんじゃないみたいな雰囲気気も出てきてきるるような気がするまあ本当にね、機械もそうだけど、機体もそうだけど、機体に関わるさ、ああいう剣とかも多分ただじゃないし、結構やっぱり異物的何異物レガシー的なものもいっぱいあるだろうから、 ねえ、なんかあんまりこうポン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 使われてもっていうところもあるんじゃないかな。かなり限られた資源の中でやりくりしなきゃいけないんじゃないかなっていう風に思うと。まあどうなんだろうなっていうところがあるけど。いや、エル君やばいな。直接繋げてやっぱりなんか,か感覚的に動くようにしてるわけだろう。感覚的にこういうプログラムを書いてこうやって動かして動かしてっていうのを常にやってたわけだろう。マジで天才なんだろうな。僕の解釈が合ってればなんだけど。いや、いいですね。でもエル君が一番可愛いよな。この作品の問題はそこだな。アディも可愛いんだけど、エル君 なんかわいすぎる問題っていうのはちょっとありますね <laughs>。<laughs> <laughs> いいなぁ。なんかロボット大好き。ここまでロボット大好きをされると、本当になんか、純粋に可愛いなっていう風に思うし、見ててワクワクするし、なんかやっぱりロボットに興奮している様子を見てても、こっちはなんかちょっと笑顔になるよね。うん。いや、見てていいですね。なんかこう、すごいワクワクしてて。だからやっぱり僕もあんまりこう、ロボットものを見てないけど、この動きとかを見てると、やっぱりどこかこう、デカブツとデカブツが戦っていることに興奮する、なんか少年心みたいなものはくすぐられましたよね。 いや、いいよな。でもかっこいいよな。やっぱりいや。でもすごいね。でも。 なんか発想力もしっかりあるんだね。やっぱりこう、なんか今までのこの、何、組んだりとかするのが得意なだけじゃなくて、やっぱりこう、この魔物を倒すにはどういう風に考えるかっていう発想力もしっかりあるから、もうガチガチにガチですね。いやーでもこっから魔獣が出てきて魔獣と戦っていくわけだけど、どうするこの、ただ単純に魔獣と戦っててもなんかやっぱりゲイがねえなっていう感じになりそうなんだよね。なんか、だってゴジラと何は、何 何回も何回もゴジラと戦ったってしょうがないんじゃないですかみたいなところが出てくるわけじゃないですか。そうなるとやっぱりゴジラ側にも何か意図がある。なんか悪の手先かなんかがゴジラを操ってる的な言っちゃうとさ、やっぱりさ、グリッドマンのさ、アカネくんみたいな存在が匂わされないと、ちょっとこれはこれはっていう感じになっちゃうね。単純にアカネくんが生み出した怪獣と戦うだけじゃなくて、やっぱりアレクシスみたいな存在もやっぱり大切になってくるわけなのでね。いやどうなっていくのか。なんかどんな運命にこう、エルク はいというわけですごいなんか口の調子が悪いんですけれども今回はこんな感じで終わろうと思いますはいというわけで以上ナイザンのマジック第2話でしたバイバイ